紹介をします。灼熱のケンルさん、本人ジャズ系全般は自信ありますということなんですけども、ちょっとジャズとはかけ離れたところに曲来てしまったので頑張っていただきたいと思います。最後のバスが速いんですよね。ドゥルルパーンっていう。いやでもさすがやっぱりセレクトミュージックがっつり繋いできますね。トップのプレイヤーです、さすが。では2曲目、カラミティフェニックス。はい、ではよろしくお願いいたします。カラミティフェニックス。さあ後半1回切っただけなので、まあかなり、あ、
ありがとうございます。シックスディメンジョンでした。いやー、安定してますね。ちょっと金属音聞こえましたけどね。はい、では2曲目、虹色の花ではなくカラミティフェニックスです。はい、ではよろしくお願いいたします。フルコンボです。しかもパフェも相当高い。はい、では集計結果発表します。灼熱のケンルさん180万2390、中野ジェットさん185万9669で中野ジェットさんの勝利です。おめでとうございます。さすがに1曲目にこれはヘトヘトになりますね。セレクト私なら絶対にやりたくないです。
ターじゃなくてよかったと信じて思います。ドラムの方のハイザフェニックス、これまだそのまま楽しみに対応しているんで、まあちょっと休憩してもらっても大丈夫なんで、呼吸が整えてから気持ちよくプレイしてもらえればと思います。呼吸を整えてで思い出したんですけど、このゲームセンターにこの前まで呼吸の人っていう人がいてね、この人の動画でちょっと僕とかK2 チームのリーダーアレン君が出てるので、よかったら見てみてください。ではお願いします。はい、彼の特徴はですね、リスがすごい低いっていうこと、スティックを持ち歩かないっていうね、はい、まあその辺やっていただきましょう。ギターフリークスではありません、ご注意を。8の3の2グレート8グッドさんミス2、ファンキーソニックワールドの2番目じゃないですね。いやー
きます。もう圧巻の一言です。はい、ではファイターフェニックスよろしくお願いします。1回戦最後ですよ。申し上げます。ギターフリークスではありません。はい、では発表いたします。まず須彪選手が1,737,955点、そして前津選手が190,006,401点ということで、前津選手の勝利となります。おめでとうございます。